こんばんは、アマテラスピロミンです。先ほど24時に目が覚めました。そうしたら痛みが強くなりました。なので痛み止めを1錠飲みました。そして横になっていましたが、まだまだ痛さは改善されませんでしたので、10分後ぐらいにもう一度痛み止めを1錠飲みました。そうしたら40分後、痛みがかなり和らぎました。3月に入ってから痛み止めを飲むようになりました。それまでも痛みはあったのですが、薬をほとんど飲んだことがないので、どういう痛さの時に、どういうどのぐらいの痛みの強さの時に痛み止めを飲むのか分からずに我慢していました。けれども痛み止めを飲んでみようとアロナールを処方してもらい、3月から飲むようになりました。そして痛みは少し和らいだ気もしました。けれども全く痛みがないというわけではなく、特に最近は1日3回飲んでもじんわりとした痛みは常にありました。なので時々寝る前に痛み止めをもう1錠飲んだりしてみるようになりました。先月の下旬から抗がん剤の点滴はお休みしています。ヘモグロビンの値が低いので貧血気味になっているようでした。なのでそのヘモグロビンの値が上がるまで点滴はお休みすることになりました。そしてヘモグロビンの値が
復活してきたらまた点滴をしようということになっています。点滴をまたするまでの間、何も治療をしないというわけにはいかないので、先週の火曜日3月11日から遠藤木さんとイスロンを飲み始めました。その成果は分かりませんが、先週末から痛みが増したような気がします。そして昨日は特に痛く感じたので、痛み止めカロナールを1日5錠飲みました。そして今日ですが、日中も痛みはありましたが、先ほど24時に目が覚めた後はそれまでと比べて痛みを強く感じました。なのでカロナールを1錠飲んだところです。最初にもお話ししましたが、1錠飲んでしばらく経ってもかなり痛みが強かったので、もう1錠飲みました。そうしたら24時40分ぐらいには痛みがかなり和らぎました。とても嬉しかったです。痛みが和らぐまでの40分間とても痛みが強かったので、明日病院に行こうか、でも明日はいつも行く病院は休みなので行けないなと考えたり、救急車で行くべきか、でもそうしたら帰りが車がないので帰れないので救急車では行けないなと思ったり、カロナールを飲んだけれどもこの痛みがもうしばらく経っても続くようなら救急外来に行こうかなどぐるぐると考えていました。
以上なんで。効果があったようで、今は痛みがかなり和らいでいて、本当に嬉しいです。あのまま強い痛みが続くのならば、ちょっと我慢できないかなと思うぐらいでした。お薬のおかげでなんとか眠ることができそうです。とても嬉しいです。痛みがない日常、それは今では私にはありませんけれども、この痛みがかなり和らいだ状態がとても幸せです。痛みがあまり感じることがない状態になりましたので、明日の朝までゆっくり眠りたいと思います。よかったです。ではまた。